こんにちは、宮古島太郎です。先日ハーレースポーツスターを購入したので3拍子カスタムをしました。まずはお聞きください。このように音が変化しております。エンジンの右側にある点火モジュールを、取り外します。エンジンの下の方にカプラーがあるのでこれを外して引っこ抜く感じで外します。でもカプラーが引っかかったりするので僕の場合はこのようにちょん切って取りやすくします。しました。準備する材料はポイントキット、そしてイグニッションコイル5オームです。この2つを準備します。はい、ポイントの左側に見える端子に、配線つなげます。取り付けはこのような形で取り付けます。はい、今コイルの右側にあるこの指差してるこれはキーオンでプラス電源、こちらは先ほどのポイントから来てる配線になります。これで準備できてます。完了です。キャブの下から見てエンジン側に、スロージェット、アイドルスクリューがあるんですけどこれで調整します。これはポイント左側に近くして、3拍子を出すような形でやります。あまり左に全開食らわすと、アクセル開けた時に失火するのでこれを調整して、うまく3拍子に鳴らすような形でカスタムをします。これであなたのオートバイも3拍子打つと思いますので、はい、参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。